バッコーライバッコーライバッコーライゲッツ片岡真理子です。まだまだねキャンプブームは続いております。今日のポーズでございますか。はい、パールシュボッターのアソです。あのナマステポーズなんですけど、あれわざわざ後ろで組むというね、なんだかツンデレポーズだと思いません？なんかごめんねっていうのを手後ろでやっちゃうんですよ。だから謝りたいけど謝りきられへんっていう、なんというかあのツンデレ感が出てるっていうポーズな感じがするんですよ。もしねこれが後ろで合唱できない、どうしようって悩んでいるそこのあなた、いやいや自分が心が素直やったらこうやったままでごめんなさいっていう方がなんかいろいろと可愛げがあるななんて思ってやって毎日おりますが、言っても後ろで合唱できるようになりたいっていうのがやっぱり皆様の願いだと思いますので、今日はね少々ね真面目にいきたいと思います。そもそもここは真面目にちょっとだけお話しさせていただければと思っております。これの悩みですね。パルシュボッターナーズナーやりにくいなっていう方は、私は太陽礼拝の動きを見るとだいたいおおよそわかるんですよ。太陽礼拝の動きでこの人ちょっと難しいかもっていう方がこれなんですね。あ、ちょっとミカ置いちゃうね。これ後で使うんだけどね。これなんですよ。Aカムインヘールでめっちゃ一生懸命肩を下ろしてこうやってる人ね。でドゥベークエイですっごい腰を反った状態でお尻突き出して前屈してクーって頑張ってらっしゃる方です。次です。トゥリニーインヘールでこうやりました。でチャットワーリージャンプバックで華やかにやりすぎる人です。華やかですよね。もう何て言うんですか、こうカーンとかハンドスタンドしたりとかちょっと派手めっていうんですか。例えばこれがこういう人ですよ。もうほぼ太陽礼拝の AB 含めて8回の人でステップバックするような人はあんまりパルシュボッターナ取れないっていうの少ないんですけど、男性とかでやっぱり取りにくい方、女性でも取りにくい方っていうのはこのチャットワーリージャンプバックでハンドスタンド急にガンって持ち上げてパーンって行く人、それが理由でね三角筋変な筋肉がついちゃってピープーお前はもう死んでいるって自分の肩に言いたくなるほどパンパンになって動かなくなってる人が多いんですよ。だからこれをちょっと胸に手を当ててみんな聞いてみまし、考えてみましょう。もしそれをすっごい頑張ってたら、しかも肩下げてずっとこうやってたら三角筋パンパンになるので、それが理由で肩の可動域をなくしてしまっていますので、取りたい際はもうちょっとね気楽な感じで太陽礼拝にね、取り組むことをお勧めします。特にこのチャットワーリージャンプバック派手にやらないということですね。ここね守っていくと比較的にここの変な筋肉がね取れてきてやりやすくなります。さあこれですよね。あとねこれね、脇が甘いっていうのはないぞということなんですよ。脇ギューってね、一回ね、閉じてみてください。ブラサリータが苦手な人は、カカカって、はぁ、はぁって言ってやるんですよ。そうすると、体の仕組み上、こっち側の筋肉の張りが緩みます。こうずっと上げっぱなしだから張ってるんですよ。だから両方ね、ちょっと、できないなっていう方はぜひね、これあのね、東京ヨガウェアのね、このね、あのサイトとかでも売ってるの、ここのとこいっぱい物売ってるから、さあみんなここでポチろね、ピシって買って、もちろん安いところで買っちゃダメだぞ。ここで買うことにね、私の魔力を入れているわけですから、こう吸い付きがいい。まず脇の吸い付き成功、ふーっていう感じです。で、ガーって、あと脇汗、滝汗なんかもね、吸収してくれる感じのやつだから、買うべきはこれね、これで、ふわーって吐いてね、なんだったらもうサマーステティこれで来るみたいな、スタジオもこれで来る、はあ、やった後にですね、腕後ろに行くと三角筋緩んで結構やりやすいんです。なのでちょっと脇に物を挟むというトレーニングをするのがおすすめです。まあ脇を閉じると何になるかって言ったらね、ここですね、胸の筋肉でございますね。大胸筋と広背筋鍛えられますから、その拮抗筋となる筋肉はちょっとお休みしていただくという意味でもやりやすいです。それからですね、腕ばっかり使ってお腹の奥が使えてないのも肩の筋肉がうまく緩まなくてできないっていうのがありますので、あ、チェアリング、チェアリング、しかもこの不安定な感じ表に出しちゃうって感じですかね。まずね、プラサリータパードッタナーサのは一体何番目に出てくるかというのを
がいいと思うんですよ。ウッディタハスタパーダングシダーサなんていうね、あんなきついポーズ朝からしなくてもって、だいたいスタンディングでほとんどの人が本気で思ってると思うんですけど、あれの手前に来るんですよ。ということは、あれはももの後ろのストレッチとかじゃないね、肩関節めちゃくちゃ使ってやってるポーズじゃなくて、結構ね、甲を使って肩の力を抜いて取り組めよという意味がおそらく入ってると思いますので、さあ見直しが必要なんじゃないでしょうか。これで体でバランスをとってみる。さあこの不安定感の緊張感、感じと脇をブロックでギュッて挟むと、もうダブルの安定感です。でこうやった後に素早くくんっていうのもいいと思うんですよ。そんなの効きそうにもないと思ってるあなた、まずは試してみてください。でもやっぱりなんか効きそうにもないと思ってるそこのあなたのために、これは手の取り組み方にバリエーションがあります。もし習ってる先生が一つの場で、まあ大体一つのバリエーションしか言ってもらえないんですけど、そのバリエーションが相性悪いと永遠にできないっていうのがあるので、今日はいくつかの手を合掌するためのバリエーションをお見せしたいと思います。なんかね、シャラート先生とかがねやってたのは、手をこんな風に持ってきます。でこの際に、これは私的個人的見解なんですけど、グーを握って肘をね背中の方にこう近寄せてみて、どっちがやりやすいかって見てみるといいと思います。で比較的わあやりにくいなっていうのとか、やりやすいなって分かると思うんですよ。それで自分がね、こうちょっとまだこっちだったら負荷が少ないなって思う方でくるっとひっくり返して持ってくるというやり方で教えてる先生もいます。ただしね、ここに条件が一つあるんですよ。これをやるにはちょっと横から見せてみましょうかね。斜めの方がいいかもしれない。これね、ちょうど心臓の後ろ、胸椎をグッと反る能力がないと、分かりますかね、こう入りきれないんですよ。だからこのポーズで何が困るか、ここで組めるんだけどすごい手が辛いっていう人、こういう方っていらっしゃると思うんですけど、この方の特徴ってここですね。ちょうど心臓の後ろ、胸椎がですね、こう丸くなったままやりすぎなんですね。そこは気をつけないといけないです、今の組み方。なぜこうなるかっていったら、こうやって教える先生が結構多いんですよ。なんか平泳ぎみたいな感じで、なんかね、すごいおしゃれに教えてる先生もいらっしゃって、生徒さんでも一期生に同じ動きしてたら、同じ先生が同じことを教えてたっていうのがあって、こうやって「ええかむいへ」って言ったら、そりゃいかんだろうって私は思うんですよ。それは大体が平泳ぎだし、こうやってガーッてやって、この状態で手を後ろに回したら、分かりますね、警察が捕まえる時です。あっあっあっ、そりゃ動きが悪くなる、人への捕まえ方だから可動域が上がるはずがないんですよ。これじゃあ解剖学で説明してみたいと思います。人間の体はね、腕ですね、腕に関してね、これをやるポーズに関して、肩関節はここだけだと思われがちなんですけど、これを全部で肩とさせてください。この中で関節になるのは鎖骨くんで、鎖骨、それから上腕骨で、前腕、そして手首、関節が1、2、3、4つあります。でバレエとかやっていい先生に習っていると、鎖骨は外旋、上腕骨内旋、前腕は外旋、手首内旋でバレエのポジションします。でもまあ普通に習ってたらこうって習う先生いるんですけど、本当に舞台に立ってるような厳しい先生にバレエを一度習ったことがあったんですよ。腕のこのポジションするだけで次進めなかった時期ありました。ただ主婦がバレエ習いに行っただけですよ。ちょっとバレエレッスンやっておしゃれな服なんか着たいなみたいな感じで言ったら、まずこれです、ここカパサだ、うちそだ、何言ってんのか分かんないこのクラスっていうのがあったんですけど、今すごい役立っています。これ全部内側に回してこうすると、人間はね猫背になるしかないから腕の可動域って取れないんですね。でここでコツになるのは、鎖骨は外回しです。でこの上腕骨だけ内旋するんです。でその状態でスーッと手を持ってくると高い位置に来ます、こんな風に。で同じようにして片方ずつ、ここは外、上腕骨は内側で、まず入ってやると高い位置に来ますね。まずね、この練習ができてないと、いきなり両方でこうひっくり返すなんていうのはね、難しいですね。まあ、恋愛の上級者の友人役、見てれば相手が好きになるというような、かなり上級な恋愛方法と一緒です。
私とかだったらまず名前を覚えてもらうためにうろちょろして少し前を歩いて生徒手帳を落としたりして拾ってもらって名前とかを覚えてもらうという作戦以外まずないですよ。そのやっぱりなんか庶民がやっぱり片思いの人に覚えてもらうにはまず生徒手帳を落とすっていうすごく大切な作業があると思うんですよ。それはやっぱり片方ずつ取り組むのとさほど変わらないよね。まずこの動きが悪い方はまずは鎖骨は外、上腕骨は内で、ここはもう今日いいからこのせめて2個のポイントだけバラバラで使ってやるっていうのをやってもらうとこんな風にやりやすくなります。ではちょっと回転しながらいきます。外内、さあここからですね。でここからここまで来たら一回こう持ってもらってもいいです。私はこうやって練習しました。ここからです。次ですね、こうやってました。こうやってやると結構ね、だんだん近づいてきます。で次ですね、これを私いろんなやり方あるとここからねこうひっくり返す人もいます。こうひっくり返していく先生、教えてくれた外国人の先生もいたんですけど、これも見てわかりますね。これでひっくり返す際はすっごいここ柔らかくないとひっくり返せないのでちょっと日本人にね会いにくいです。あと結構で、ね、手首がよじれますので更年期入って手根管症候群入ってる人には結構きついと思うんですね。その中で私がいろいろ研究したのはここまで来たら今度は高い位置である程度組む、ね、もう無理して合掌しないでまずはねねじり歩いてせーのでくるってひっくり返すです。そうするとある程度胸が柔らかくなくても結構ひっくり返ります。で割と高い位置に行きます。 これね。なのでこれ無理してこんなにやってると下手したら脱臼する可能性とかあったりしますので、できるだけ鎖骨は外回してちょっと後ろです。で上腕骨はちょっと内側に回す。背中は寄せすぎることもなくちょうどニュートラルに置きながら腕だけは内側に回して、鎖骨を鎖骨外っていうのはこういう感じですね。猫背ではないのでちょっと胸を引き上げるまでじゃないです、軽く起こす、わかりました、なんかこう頑張ってますっていう感じじゃなくてちょっと色気満載っていうのでやっていただいたいと。ポイントはわかりましたね。私頑張ってますではないということです。ここでプラスリータパーサーサーで大事なのはここですよ、色気ですね。ちょっと鎖骨は外回し、腕は内回しっていうこう斜めかしい感じを腹筋で演出しながら、カムインヘイっていう感じ。これでやればあなたも結構やりやすくなります。何を言いたかったって、やっぱりほらリラックスしないとうまくいかないじゃない。やっぱりエロスとなんていうか色気っていうのは緊張から生まれてないと思うんだよね。基本的に色気なんでね。で色気って結構この辺こうしつつもお腹には力入ってるんですよ。でこの辺抜けてるとふーって緊張しますので、このポーズに入る前にまずしっかりとお腹使ったのかなっていうのも感じてもらったらいいと思います。この前屈こうですよね。ターンして前屈しますが届きませんとかそういう悩みはいろいろあると思うんですけどここ以上のねやっぱり情報はね素晴らしい先生がいらっしゃる。私もこの間習いました。よーく藤原先生にこれ以上のことは聞いた方がいいと思う。とりあえず私が言えるのは色気というリラックスを使っていかに肩周りをセクシーに使うかですね。で基本的におプロの方たちの腕の使い方はみんな鎖骨が外内でこういう風にして花魁のポーズをやるんですね。坂東高三郎さんなんかもこうこうこうで動いて女型のポーズをやっているわけです。決してプラスアリータこのね、パルシボットアナウンサーに興味が例えばなくったとしても今日からおかわりなどをこう持つときにセクシーな方が良くないですか。そう、背中で合掌できなくても前で合掌ができればあなたの謙虚さと色気さはムンムン伝わるはずです。ということで今日も何喋ってるか分かんないぞって思ってたそこのあなた、とりあえずやってほしいな。鎖骨外、上腕骨内、それから後ろを腕に置くという片方の練習からまず始めてみてくださいね。さあ、うちのミカと締めたいと思います。やっぱり脇はしっかり締まりつつたおやかさを演出しながら帰りたいと思います。それでは皆さん、私ベンツに乗って帰りたいと思います。 See you!